ヘッション、ほんとくしゃみが止まらないぜ。だ、誰だぜお前は。私だよマリサ。な、なんだ霊夢かよ。てっきりお忍びでベイダー卿が来たかと思ったぜ。ま、まあちょっと似てるけどね。何やってたんだぜ。また何か言ってるぜ。またって何よ。いいから取れよ。またって何よ。ほら前もワイルドセブンになりたいとか言ってたぜ。いろいろ影響されすぎなんだぜ。うぐう。マリサは人狼って知ってる？もちろんだぜ。巷じゃ人気があるみたいだし。アマングアスってゲームも人気みたいだしな。いやそっちじゃなくて。え、違うのか？じゃあなんだぜ。物々しい雰囲気で治安が悪そうな、第二次世界大戦後十数年の日本を舞台に、過激派集団の対応に当たる、また物々しいパワードスーツを身にまとった、国家公安委員会の直属機関使徒系の戦闘部隊、突起隊。時代の流れでその攻撃的姿勢が世論などで問題になってる中、その隊員の一人がある少女に出会い、組織内の不穏な企みに巻き込まれていくって感じの作品。なんか見たことあるぜ。確か赤ずきんの話が出てきたり、静かでシリアスな雰囲気の作品だったよな。確かに赤ずきんの要素が色々と出てきて、激しい戦闘や、その反面静かでシリアスなストーリー展開と深さがあって、けどやっぱり印象的なのは、ケルベロスとも称される、突起隊のパワードスーツ姿だね。ま、またかよ。それで今回は押井守監督原作でもあり代表作でもある、ケルベロスサーガの一作で、変わった世界観や、シリアスで深いストーリーで印象的な、人狼を紹介するよ。おう、よろしく頼むぜ。ドイツ、イタリア枢軸国と日本、イギリス同盟が第二次世界大戦を戦い、敗戦国になった世界線が違う日本で、アメリカはヨーロッパとの相互不干渉を軸としたモンロー主義を貫き不参戦。日本は歴史同様焼け野原となり、ドイツの占領下という設定。すごい世界観だな。けど地理的にドイツ、イギリス、イタリアが戦争するのはわかるけど、よく日本と戦ったよな。なんで？ほらドイツ占領下ってことは、ドイツが日本本土に攻撃をしたと思うけど、その頃のヨーロッパ各国の状況はわからないけど、海軍を動かすにしてもアメリカ大陸経由の大西洋ルートか、スカンジナビア半島の上を通って北極海経由で太平洋入りするルート、イタリアとの同盟を生かして、地中海入りしてスエズ運河経由でインド洋に入って、太平洋ってルートもあるけど、いずれにしても距離が遠すぎて進軍の問題がありそうだし。海は入り組んでるし陸地に阻まれたりするしね。空路に関しても周りの関係にもよるけど、敵対関係だったら領空問題があるから同様なルートしか行けないし。例えば歴史通りポーランドを占領してて、ソビエト連邦と協力関係であれば、その領空上を飛行して、北海道や東北あたりからや、満州や朝鮮から入るってこともできそうだけど、その長距離移動の補給の問題もあるし、近場に協力国がないと現実的じゃないぜ。まあ確かにそういったこともあるけど、きっと協力国があったり、日本領を占領したりってこともあるし、何よりそういう設定だから、その世界ではそうなんだよ。まあそう言われたらそうしかないぜ。戦後十数年を経て占領統治下の混迷からようやく抜け出し、国際社会への復帰のため、高度経済成長の名のもとに強行された、急速な経済再編成の反動で、生み出された失業者の群れと、その都市流入によるスラム化。光あれば影だな。それにより凶悪犯罪の激増や、反政府勢力の急速な台頭で、自治体警察の能力を超えて深刻な社会不安を巻き起こしてて、自衛隊の治安出動を回避や、国家警察への昇格を目論む自治警を牽制のため、政府が第三の道として選択されたのが、首都圏にその活動範囲を限定しつつ、独自の権限と強力な戦力を保有する、国家公安委員会直属の実動部隊、首都圏治安警察機構が組織され、その首都警の主力である戦闘部隊が突起隊なんだ。なんかややこしくて物々しい部隊だぜ。迅速な機動力と強力な打撃力で、治安の番人としての栄誉を独占して、第三の武装集団として急速に勢力を拡大したけど、対峙する敵反政府勢力が様々な立法措置で解体が進んで、後にセクトと呼ばれる都市ゲリラを生み出すこととなり、その戦いの激しさが増していき、時に市街戦の様相を呈していったことで、世論による糾弾の的になるようになり、時代とともにその存在意義が疑問視される、そんな状況下での話なんだ。時の流れによって有用性や立ち位置が変わったりするしな。原作は押井守監督のケルベロスサーガをベースとした、ドイツ占領下の日本を舞台にしたアナザーストーリーのため、ナチスドイツで使われた武器類が、いろいろと登場してるってのも印象的だったし、ヒトラーの電動ノコギリが印象深かったぜ。映像化された三部作の一作で、過去の二作品は押井守監督が自ら監督をした実写映画、
この作品は唯一のアニメ映画作品で、監督もアニメーターの浮浦博之さんだったんだ。そうなんだな。激しい戦闘描写なんかは印象的だったけど、基本的には静かでダークでシリアスなストーリーってのが中心の深いストーリーって感じ。ただかこの二作品とはかなりテイストが違い、一作目の赤いメガネザ・レッド・スペクタクルズは、声優の千葉茂さんのプロモーションビデオ作成って名目で作られた、低予算の実写映画ってこともあり、千葉さん要素が満載の、結構コミカルで異色な SF 作品で、うるせえ奴らの要素を引き継いだ実写版って雰囲気もあったし、千葉茂さんって言ったらメガネってイメージもあるし、あのキャラであの声はコミカルなイメージが強いしな。二作目は一作目とのつながりがあり、一作目の前のストーリーで、主人公が国外脱出をした千葉さんを探し求める、若干シリアスな展開もあり、コミカルさや不思議な要素が組み合わさった SF 作品。予算が大幅に増えて台湾や香港ロケが行われ、極力現地語が使われてる。押井守監督らしいリアリティが追求された作品でもあったけど、なんか主人公がいろんな地を回る、イメージビデオ的な感覚もあったね。そうだったんだな。この作品は時系列的に言うと最初の頃の話になるけど、ほぼと言っていいほどつながりがない感じ。そうなんだな。一作目は千葉茂さんを中心として、わずかな関係者と謎の組織、そして謎の少女とコンパクトな世界観になってて、二作目に関しても主人公を中心にして謎の白い服の男にそのちょっとした組織、そしてヒロインと千葉さん、ロケ地としては海外になってるけど世界観はまたコンパクトな感じ。限定された世界が描かれてる感じだな。一作目にはうるせえ奴らの印象的な話、立ち食い坊主や、後に押井守監督が小説化して映画化もされた、立ち食い死列伝にも出てくる伝説的人物、月見の銀次も出ててまたコミカルさがあったよ。うるせえ奴らの要素がそこにもって感じだな。最初の始まりはタイムボカンシリーズだったらしいよ。そうだったんだな。三作目も主人公とヒロインの静かでシリアスなストーリーが中心だけど、その裏にある組織や機関が登場して広い世界での話が描かれてるとこがあり、過去作では名前程度しか出てこなかった首都系という機関が登場して、その組織である突起隊の活動なんかも描かれ、反政府の過激派集団や、警視庁の機動隊などの組織も出てきてスケールが大きくなってて、ほんといろいろ出てきてたな。序盤の学生のデモに紛れたセクトの激しい攻撃や、機動隊との睨み合い、共同警備のため後方に待機する首都系の部隊に、地下水道で秘密裏にセクトの行動を監視する突起隊、街中で行われる大規模なデモに、特殊な火炎瓶や爆弾を使った激しい攻撃描写に、地下で起きた激しい銃撃戦や爆発など、アニメだからこそ表現できた部分であり、確かに序盤の盛り上がりはすごかったぜ。戦後十数年の時代背景を表現した街並みに、主人公たちの裏で進んでいく機関や組織の動き、突起隊の訓練風景など、細かいところまで表現できる、フィクションのアニメ作品ならではってとこだね。路面電車や地面のブロックを剥がして攻撃する姿とか印象深かったぜ。実写でも舞台を整えて、キャストを集め、相当な予算をかければできるとは思うけど、細かい部分にまでこだわって自由度の高い表現ってのは、アニメの方が分がありそうだしね。このレベルを実写で表現ってなると、相当な予算になりそうだぜ。確かにね。前作までとはそういった表現方法の違いもあり、主人公たちとそれを取り巻く組織や機関と幅広いストーリーになってて、テイストもかなり違い、さっきも言ったけど繋がりなんかはほぼない感じ。ほんと全然別物みたいだな。強いて言うなら一作目のコミカルな組織のボスっぽいのが室戸文明ってキャラで、この作品でも首都警公安部部長として出てきてるので、組織的に危うさの影が見られる機関での、将来的な立ち位置として繋がってる可能性もありそうだけど、別作品でも同じキャラが出てきてるから、ただ単純にお気に入りのキャラってところもあるかもだよ。立ち食い師たちもいろいろ出てるしな。唯一として全作品で共通するのは、ケルベロスとも呼ばれる突起隊のパワードスーツ。低予算ながら1作目から印象的な出来で、2作目では予算をかけ数を増やし、この作品ではアニメという利点を活かしてかなりの量が登場してたけど、この起源は実はうるせえ奴らでメガネが身につけてたパワードスーツで、千葉茂さんつながりで受け継がれていった感じもありそうだね。そんなつながりもあったんだな。そしてこの激しさもあり静かでシリアスなストーリーは、学生デモと警視庁の機動隊の睨み合いで始まり、そのデモ隊の中に紛れ込んだセクトのメンバーたちが攻撃を仕掛け、地下水路を利用して特殊な火炎瓶などの武器輸送を行い、その中に赤ずきんと呼ばれる、フード付きの赤い服を着た運搬係の印象的な少女。確かすごい爆弾を運んでたな。カバンに隠した投擲爆弾だったね。上での激しい争いの中、地下水路では合流する赤ずきんとセクトのメンバー、新たな爆弾を渡され別れて別のポイントへ向かおうとするけど、
メンバーたちが巡回中の突起隊に見つかり蜂の巣にされ、刺した赤ずきんは水路を逃げるけど、その途中で主人公の突起隊員に見つかり、爆弾に手をかける赤ずきんに彼は静止を促すけど、彼女は自爆してしまい、仲間の助けもあり大事には至らなかったものの呆然とする主人公。あのシーンはすごかったぜ。翌日機動隊からクレームが入ったこともあり上層部で話し合いが行われ、秘密裏に行われた作戦行動が警視庁に知られたことより、どんな状況下でも任務を遂行し達成することが定石とされてる中、彼のためらいにより失敗して明るみになってしまったことが問題視され、何らかの処分が必要と査問委員会にかけられることになったけど、公安部部長から正規の手続きを踏んでなくと忠告され、体内で噂される諜報や粛清の部隊、人狼のことが言及されるよ。タイトルにつながる謎の部隊だぜ。その翌日行われた査問委員会で主人公は責任を問われ、隊員養成学校での再訓練を命じられ、どこか干渉に浸りながら訓練を行っていき、それを遠目で監視する講師でもあるかつての恩師。ある日公安部に行ったかつての同期と待ち合わせ、自爆した少女の身元や遺体の場所を聞き、事件当日の話をして責任を感じる必要はないなど伝えると、撃つつもりだったと。すごい意味深なシーンだったぜ。少女の保管先に行くと、そこには赤いフードをかぶった少女によく似た少女がいて、組織の方ならもう関係ないから帰ってと言われるけど素性を話し行動を共にし、彼女は少女の姉で、彼の行動については仕方なかったからと責めず、小話をして少女のお墓に入れる予定だった赤ずきんの絵本をもらい、実戦訓練中に読まれるそのストーリー。時折少女の幻覚に囚われてたな。姉も出てきてたしね。訓練中にやってきて教官と話す同期の男性に、最近主人公の外出が多いことを気にする教官。主人公は少女の姉とたびたび愛行動を共にしてるみたい。デートみたいだぜ。ただその間も事件当時の幻影に囚われ、少女や少女の姉が死ぬ姿に苦しめられてる感じ。二人の間には穏やかで人間らしい時間が流れてる雰囲気だったけど、首都警潰しの動きがある中、自治警幹部と密かに通じ、首都警を再編成して一つの組織にまとめるなどの計画を話し合う公安部部長。それを行うには組織の癌とも言える突起隊を潰す必要があるという認識。その話し合いを見守る同期の男、そこには複雑に絡み合ういくつもの思惑が張り巡らされ、少女の姉の裏に潜むものや、主人公の裏で動き監視誘導をするもの。やがて彼らは首都警の今後に関係する、組織内の黒い渦に巻き込まれていくって感じ。まさかそんな裏があったとはってとこだったぜ。いくら人と触れ合っても獣は獣としてしか生きられない。そんな主人公の切ないさがや、人と関わりを持った獣の物語には必ず不幸な結末が訪れるといった、切なくて救いようがないような衝撃的なラストも印象的だったね。かなり感慨深かったぜ。静かで深くシリアスなストーリーってこともあり、登場人物もまたどこか影がある感じの渋いキャラが多い印象。まずは主人公の首都警所属の突起隊員伏瀬和樹。新人の隊員でもあり、地下水路の任務中赤ずきんの少女にためらいを覚え自爆させてしまい、査問委員会で責任を問われ、再訓練を命じられた人物。突起隊の前衛隊員を務めるだけあって体格に恵まれ、口数が少なく表情の変化も乏しくいつもシリアスな雰囲気。公安部に行った同期以外友人がいる様子がなく、情緒面に難あり、ただし射撃、格闘技、ストーキングなど、あらゆる戦闘技術に抜群の技量を有するといった、とても高い身体や適正能力が、人事評価によりされてるよ。精神的な弱さなのか、あの事件以降幻覚に囚われるようになってたな。次はゼクトの運び屋で自爆死した赤ずきんの少女阿川七海。おばあちゃんへの土産と言われ爆弾入りのバッグを渡され、別の仲間に届け攻撃の手助けをし、地下水路で別の爆弾を受け取り移動中に伏せに見つかり、追い詰められ隙をついて自爆を図り、伏せがそれに囚われる原因になった人物、クルツハールという組織名があり、短毛のジャーマンポインターという意味が示す通り、短髪の少女だったよ。あんな少女が追い詰められて自爆ってのが恐ろしかったぜ。子供までこの姿勢ってのがなんとも言い難いね。次は阿川の保管場所で出会った彼女に似た少女雨宮慶。彼女の姉のようで、最初伏せを組織の人間と思い追い返そうとしたけど、素性を聞いて事件については仕方ないことだと受け入れ、彼女の墓に入れるはずだった赤ずきんの絵本を伏せに渡した人物。伏せとはその後たびたび会って一緒に行動して、天真爛漫さもある比較的無邪気な少女って感じ。伏せとの時間を楽しんでるようだったけど、何かしらを抱えてる雰囲気もあるよ。出会い方とか若干の不自然さもあったしな。次は伏せの元同期で公安部に行った友人的立ち位置の辺見敦氏。かつては共にパワードスーツを着て訓練を受けてて、訓練用の弾とはいえその痛さにめげて逃げたとも話してて、教官は彼にとっても恩師であり色々と教わったみたい。痛そうだったしな。伏
せのために捜査の極秘情報である阿川の素性と遺体の保管所を伝え、事件の当事者となった動機のことを心配してる感じもあり、危ない橋を渡ったけど、訓練所崩れのはみ出し者で立場が悪いからと言ってたけど、公安部部長と自治系幹部との密談を見守る立場であったり、今回の騒動に暗躍する人物でもあったよ。いろいろと裏がありそうな人物だったぜ。次は首都系公安部部長室戸文明。テロリストというのは手段や人員を選ばないといった行動原理を伝え、任務自体が失敗ではなく、その失敗に導いた伏せに問題があると公言及し、伏せの左門に関して助言をしたり、人狼という秘密組織に言及したり、様々な知識や情報を有してる鋭そうな人物、自治系幹部と秘密裏につながり、首都系の今後のため、突起隊の解体を画策し、裏で暗躍する人物だよ。影の交渉や調整役って雰囲気があったぜ。次は突起隊員訓練所の教官で、伏せと変身の恩師でもある戸部八郎。訓練生を圧倒するほどの凄腕で、伏せに似て口数が少なくシリアスな雰囲気。再訓練できた伏せのことを陰で見守り、変身が来た時には話に付き合い、伏せの外出が多いことを気にして、彼女ができたのではとも言ってたけど、人狼と何らかの関わりがある雰囲気もあったよ。凄みや影がある感じの教官だったぜ。次は首都系突起隊隊長辰巳史郎。地下道での事件について話し合い、不本意ながら何らかの処分が必要と伝えた人物。突起隊こそが治安の要であると自負し、自治系の要請に基づいて突起隊が動くという、共同警備体制に疑問を持ってるようだよ。豪快な比較的人間味がありそうな隊長だったぜ。最後は首都系突起隊副長半田はじめ、隊長の下で突起隊をまとめる任務を追い、伏せについての話し合いの場にも同席してた人物。実は非公式の対敵情報組織人狼を独自に作り、ネットワークを構築しているとの噂があり、占領統治下では占領機構の軍事情報部門から要請を受け、対敵情報部を組織した経歴があるほどの凄腕だよ。なんか怪しさがあって謎多き人物っぽかったぜ。基本的にほとんどがシリアスな雰囲気を持ったキャラで、ほぼ皆別のロールを持つ素性が隠されたキャラたちってのが印象的。これ以外にもいろんなキャラが登場するけど、大体このメンバーで話が進んでく感じだよ。ほんといろいろと深さがあったぜ。声優もストーリーに合わせて渋めの方を集められた感じで、声優のみならず役者や吹き替えなどでも活躍されるベテランの方が多い印象。特に印象的だったのが主人公の伏せは、2作目で主役をされてた藤木義勝さんで、主に俳優として活動されてるけど、押井守監督の作品によく出てる、監督お気に入りの役者さんって感じ。そういうのもあるんだな。ヒロインの天宮は監督の沖浦博之さんの奥さんでもある武藤としみさん。夫婦で参加なんだな。役者や声優でちょい役ってのが多いけど、イノセンスでは肌りを動かすため囚われてた謎の症状やってて、あの訴えかけるような、激しく感情が剥き出された叫びのようなセリフが印象的だったし、実は以前紹介した新海誠監督の自主制作映画星の声でも、主人公の声をやってるよ。幼さもあり、静かで優しい声が印象的だったぜ。このストーリーに深く関わるのが赤ずきんの童話で、作中でも読まれて一般的に知られる童話とは異なり若干グロさもある内容。鉄の服を着せられた少女や、母親が登場するなど若干変更が加えられてたけど、グリム童話の原型とも言えるペロー童話版が使われて、結構残忍さを匂わせる内容。母親の肉とか血とか出てきてたしな。セクトの赤いフードをまとった服の少女は赤ずきんと呼称され、ヒロインの天宮も登場時には赤いフードをまとい、赤ずきんを思わせる見た目。そして首都系内に噂される人狼の存在や、伏せをはじめとするパワードスーツを着た、突起隊は狼になぞらえるとこもあり、伏せとの待ち合わせの場所は、狼の剥製が展示されてる場所ってのも印象的だったし、伏せ自身の性格も慣れ合いを好まない一匹狼のような雰囲気、そして顔もちょっと狼っぽい感じもあったし、そう言われるとそんな気するな。伏せという存在は人間の皮をかぶった獣のような存在で、いわゆる狼的な立ち位置であり、自爆した少女阿川は、赤ずきんと呼ばれた赤ずきん的存在であり、狼に食べられる前に自ら命を絶ち、それにより伏せの中に何かが残り、そして伏せが出会う新たな赤ずきん的存在、天宮と触れ合い心を通わせようとするけど、やはり獣がいくら人と触れ合おうと獣でしかないっていうところがあり、結局は人と関わりを持った獣の物語には必ず不幸な結末が訪れるといった、切なくて救いようがない話に繋がっていくってところがあったよ。なんか深いぜ。首都系の公安部も同じく赤ずきん的存在で、人狼に食べられてしまうって感じもあったし、いろいろと赤ずきんの話にリンクさせてる感じがあったよ。ますますややこしいぜ。けどまた深読みっぽい感じもするぜ。そしてこの深いストーリーの世界観を表現する高い作画もすごくて、
監督はサンライズから、タツノコプロ、ジブリ作品や大友作品に惜しい作品など、数多くの作品に携わった実力派アニメーター沖浦博之さんに、同じく多くのキャリアを持った実力派の井上俊之さんや神山健二さん、小倉博正さんや木瀬和親さん、平松忠さんに加え、当時若手の実力派でもあった、西尾哲也さんを作画監督に加え、豪華なメンバーで制作が行われ、CG 技術を極力排して手書きセルで作られた、長編最後のアニメーションとも言われてるみたい。すごい作品なんだな。ただテレビアニメに関してはもっと先まで続いて、2013年のサザエさんが最後だったみたい。さすが国民的アニメだぜ。とは言っても表現のこだわりで、レッドラインや崖の上のポニョなど最近の作品でもたまに使われることはあるけど、過渡期としてのセルが長編アニメーションとしては最後みたい。同じくアニメ作品として、LD でも販売された最後の作品でもあったらしいよ。最後尽くしだぜ。非常に高い作画に加えて動きや表現にもこだわられ、パワードスーツはキャラクターが動いた少し後に動くっていう部分まで考えて表現されたらしいよ。すごい細かいとこまでのこだわりだぜ。キャラデザに関してはアキラや広角機動隊などを踏襲する。デフォルメしない、等身大でリアリティがある人物が描かれ、このシリアスな世界観に深みを与えてた感じ。ヒロインは見る角度によっては美人さもあったけど、等身大のキャラってとこあったね。たまにすごく可愛く見えるシーンもあったぜ。作画やキャラデザに関しては、関係者の多くがアキラや広角機動隊に携わってるし、押井守監督原作の作品でもあり、その影響の強さもありそうだし、作画に関しては高い技術力を持つメンバーが集まってるとこや、大友克洋監督原作でオムニバス作品、メモリーズの彼女の思い出で、主人公が娘に宇宙服をプレゼントして、その包装を破いて取り出し、地球での家族の団らんのシーン、風の動きや、花が変わってく姿など細かな変化を描いた、沖浦さんの超絶なテクニックってとこもあるね。あのシーンは細かい変化がいろいろと描かれてたな。ただもともと沖浦さんは監督をやることは受け入れていなかったみたい。アニメーターとして作品に関わることが中心で、経験もなくましてや初監督作品ってところにためらいがあり、この作品が当初数話にまたがる OVA シリーズとして展開され、いろんな監督を使って展開予定だったため、その一つとして受け入れたけど、話が進んでいくにつれて長編映画という話になっていき、押井守監督が沖浦さんと企画に関してじっくり話し合い、押井守監督がシナリオを書き、絵コンテの段階での改編も許可して、出来上がったものに文句は言わせないという約束をして背中を押したらしいよ。いきなり変わるとプレッシャーも強いと思うしな。そうして出来上がった作品が、技術が集結した高い作画にシリアスで深いストーリー。国内のみならず海外でも高い評価も得て、内容は変わったけどネットフリックスで韓国映画として実写化もされたよ。やっぱすごい作品はちゃんと評価されるんだな。とにかく世界観やストーリーが深く、雰囲気も良く、赤ずきんの話と絡ませて若干難しさもあるけど見応えがある作品だし、序盤のデモでの激しい描写や、終盤にも見せる銃撃戦など見応えたくさんって感じだよ。パワードスーツの隊員は怖さもあったけどかっこよかったぜ。そんな褒めないでよ。いや霊夢のこと言ってないぜ。今回ちょいちょいそれかぶるな。たまんないよ。そりゃよかったぜ。いやー、さすが押井守監督原作で、プロダクション IG の作品だけあって、深いストーリーに高いクオリティってのが印象的だったね。後のブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアも世界観や設定を重視して見応えある作品だったし、ハリウッドで高い評価を受けて、タランティーノ監督を魅了した作品でもあったしな。日本では当初振るわなくて、ほぼ英語が使われた分リアルさがあったけど、視聴者を置いてってる感もあったけどね。けど結構簡単でわかりやすい英語だったぞ。字幕もあったし。まあそれはそうだったけど、激しく始まり、シリアスに進み、激しさを交えて切ない終わり方で、紆余曲折をしながら、キャラたちの素性や思惑が徐々に明かされていくっていう、複雑で深みのあるストーリーに引き込まれるって作品ってところがあったね。ほんとそういったとこあったぜ。いやー、アニメってほんと楽しいもんですねー。それじゃ皆様、さよなら、さよなら、さよならだぜ。